はい、どうもよしです。今日もクラッシュロワイヤルの動画上げていきたいんですけど、今日はですね、ちょっとミラーデッキの、ミラーの入ったデッキをちょっと紹介していきたいと思います。まあ、使うデッキはこちらですね。ヒースピの枠を、ただミラーに変えただけなんですけど、ちょっとこれをやっていきたいと思います。そうですね、さっき使ってみたんですけど、8000のプレイヤーとか、7000後半の人とかと当たっちゃったりしたんで、もう正直、参考になりません。ちょっと上手すぎるんで、まあ、ちょっと、はい、これはぜひ勝って、まあ、いいプレイをお届けできればなと思います。なるほど。これはどういう展開なんでしょうか。ちょっとまだわかんないですね、これは。あー、これちょっと、これはちょっと悔しいですね、なかなか。まあ、ただちょっとすごいクラロワ、まあ僕の知ってるクラロワじゃないような感じしますね、このミラー対決は。まあ、ミラー対決というか、そのミラーの入ったデッキは。さあ、ここちょっとなんとか頑張りたいですね。まあなんとか勝ったんですけど、まあ正直ミラーじゃなくてもいいよねって感じがします。まあ、ただ他のデッキに入れたら絶対に強いです、これは。もう間違いなくミラーの関係は来ると思うんで。ただエリゴレデッキに向いてるかというと、正直そうでもないような気がします。あそこヒースピあったらなっていうところが多々あったんで、はい、これは、はい、インドラで焼いていきたいですね。ちょっと形組んでいきましょうか。なるほど。これでいきましょう。うん、めちゃくちゃいい感じですね。このヒーラーはめちゃくちゃ強いと思いますよ。もう、うん、ただヒーラー13が強かったっていう感じですね、これは。うん、ここまで出してしまうと、正直ちょっとお相手さんも、はい、これ突進食らおうが、はい、きついんじゃないかなと思います。うん、まあ悪くはないですね。
もうここはブッパですね、完全に。ただちょっとマジックアジャが暴れてるので、これちょっと処理したいと思います。13の、はい、ヒーラーがめちゃくちゃ強いですね、これ。もう、ちょっとこれはぶっ壊れなんじゃないかなと思います。なかなか普通は、はい、こんな通んないですね。なかなかちょっとこれは、バランス的にもちょっと良くないんじゃないかなと、僕は思います。まあ、そうですね、やっぱり、ミラーは結構なんて言うんでしょう、 ここぞって時に出すのが結構まあ、そのなんて言うんですかね、そのミラーのあるべきカードだと僕は思ってるんですけど、まあ、2倍になったらもうミラー出し放題ですね、これも完全に。これはレイジかけていきましょうか。なるほど、お相手さんも。ただちょっとこれはミラーがちょっと強いですね、単純に。まあ、ただ相手もミラーだったということで、はい、止まってしまったんですけど、まあ、それでもアドバンテージあんまり取られなくて、しかもダメージちょっと与えてるんで、これはなかなか、はい、すごいと思います。これ無視ですね、完全に。そうですね、このミラーがめちゃくちゃ強いですね。いやー、これはすごい。ちょっとこれはぶっ壊れですね、正直。いやー、これはちょっとひどいかなと僕は思います。あ、ただあれですね、強いですね、相手のミラーも。あ、これ止まるんですね。なるほど、これはちょっと僕の、はい、勉強不足でしたね。なるほど、止まっちゃうんですね、このミラーのデリバリーを。これは、はい、なかなかちょっといい収穫でした。これはもうこれだったらやっぱりちょっと形組まずに、まあ、ロケット持ってる感覚でやった方がいいですね。なるほど、今のはちょっと、はい、なかなかちょっとご利用すれば簡単だろうなと思ったんですけど、はい、できないですね、これは。まあ、しかも相手もまあ7300クラスなんで、あ、7500ですね、まあしょうがないかなって言った感じです。っていうような感じで、まあ、今日の動画は以上になります。まあ、またそうですね、まあ面白いそのエリゴレデッキがあれば、まあ紹介していきたいと思うんですけど、基本的にはマルチの解説していきたいと思うので、またご視聴の方よろしくお願いします。